はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日は、まあ、ちょっとお風呂の話なんですけども、あの移植後はね、カビ菌とかの原因で浴槽に入らない方がいいよっていう風に言われるんです。シャワーで清潔にするのはもちろん大事なことなんですけども、せなあかんことなんですけどね、そのお風呂の構造にもまあよるんですけども、まあ、うちはエコキュートなんですけどもね、その、まあ、タンクのお湯をこう循環させて追い焚きをするような構造はちょっとまあ良くないらしいです。移植後の人たちは、まあ、病気してる人たち、まあ、全般そうやと思うんですけども、まあ、そのカビ菌とかが原因でねあかんらしいんですけども、今は追い焚きせずに入ってます、まあ、そのまま沸かしてお湯を溜めた状態で、熱いお湯を入れた状態で入ってるっていう時期だったんですけども、まあ、でももっぱら僕はシャワー派なんで、まあ、退院しても2ヶ月半ぐらいはまだシャワーやったかなっていう感じですね。でも今は4ヶ月以上経ちましたけども、それでも退院してから2ヶ月半経った頃から数えても5日間浴槽に入ったかな入ってないかなっていうぐらいですかね。ちょっと気にしてたのは気にしてたんで、もともとシャワー派ってのもあるんで入ってなかったんですけども、もう暑いからもちろん浴槽にももう僕は使ってないんですけども、まあ、そういったことがあるんで、体はきれいにするけど湯船に浸かるっていう、その何ですかね、循環させる追い焚きのお風呂はあんま入らん方がいいよ、まあ、銭湯とかもそうですし、まあ、もちろんこれからねプール始まるじゃないですか。夏になったら子供とかで、子供さんとかやったらそういうプールに遊びに行ったりするんですけども、まあ僕はもちろん行けないんでね、あの紫外線もダメなんでもちろん行けないんで、まあ、うちの場合は家の前、まあ、ガレージに子供用のプールに水張って遊ばすぐらいかなっていう感じですね。まあ、僕もね足つけるぐらいやったらいいかなとは思うんですけども、まあこれからどんどん紫外線もきつくなってくるんで、あんまりいけないかなっていう状態にあります。だからこのゴールデンウィーク中も実際出かけてないんですよね。まあ日が照ってる日中は行かずに、日かけてから映画見に行こうかみたいな感じで1日だけ行きました。子供の映画なんですけどね。まあそれぐらいです。まあね、お風呂の話してたのに急にゴールデンウィークの話なんて何の話なんてなるんですけども、まあそんな感じでした。今日は以上でございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。